どうも、音楽クリエイターの池上です。はい、今日はですね、ユニバーサルオーディオのプラグインを引き続き紹介したいと思います。ギタリストに人気が高い UAFX っていうコンパクトサイズのアンプシミュレーターっていうのがあるんですよね。で、それがですね、いくつか出てまして、3つのアンプがプラグインになりました。はい、それがこちらですね。まずこちら、ドリーム65リバーブアンプですね。そしてルビー、これは、ボックスのコンボアンプですね。3つ目が、ライオン68スーパーリードアンプ、これは見た目通りマーシャルですね。で、この3つのアンプがプラグイン化しました。もうこんなんね、ギターやってて DTM やってる人はみんな好きなんだから。これは今回はですね、このライオン68スーパーリードアンプのプラグインをね、紹介していけたらいいなと思っております。はい、で、これがですね、実際のライオンの方なんですけれども、これがじゃんという感じでプラグイン化したのがこちらですね。見た目がめちゃくちゃ可愛い、そして分かりやすいです。標準価格は299ドルなんですけれども、今なら、半額の149ドルで購入可能になっております。ぜひ概要欄の URL から、チェックしてみてください。はい、というわけでですね、これちょっとやっていきたいと思うんですけれども、動画を3つに分けた理由として、実は一つ一つのですね、プラグインの仕様が結構違ったんですね。ある程度細かく紹介するってなるとすごい時間がかかっちゃうので、一つのプラグインで一つの動画っていう形で、紹介させていただいてます。でですね、今回はこちらですね、サドウスキーの、セミアコを使ってね、ちょっと弾いていきたいと思います。でね、やっぱりこうマーシャルだとギブソンレスポールだろうみたいなね、ことを思われる方もいると思うんですけれども、僕ギブソンのね、レスポール持ってるんですけど、そのレスポールだけでですね、ドロップ C チューニングになっていて、ちょっと参考にしづらいのかなと思ったので、ちょっとこちらでやろうかなと思います。はい、じゃあちょっと音を出してみたいと思います。これがデフォルトの音です。こんなサウンドになっています。インプットボリュームがありまして、今ね、真上の状態になってますね。ハイゼットとラインの音量でこうやってね、変えることができますね。で、ドリームとルビーの方にはついてなかった、これゲートレスで、ノイズゲート、これついてます。はい、ここでオンオフができまして、ここのね、点々点をクリックすると、さらに細かい設定ができるようになっております。この矢印を操作するだけでスレッショルド変わるので、まあこれだけでいいかなと個人的には思いますね。はい、そしてこちらにルームですね。これ68年のマーシャルをエミュレートしてるんですけれども、まあリバーブがついてないんですよね。なのでこんな感じでルームマイクが別でついています。そしてアウトプットボリューム、はい、で左側を見るとですね、これがね、アンプになってまして、今回ね、実はね、3つアンプが入ってるんですね。はい、はい、で、それぞれ何なのかというとですね、まずこのリードってやつが、これ68年製のスーパーリードアンプになってまして、このベースが68年製のスーパーベースバージョンのアンプになってます。でね、僕はこれ初めて知ったんですけど、こうマーシャルがこうベースプレイヤーに、まあ、念頭に置いてデザインされたやつだったらしいんですけど、アンプだったらしいんですけど、それがギタリスト的に受けたから、まあギターアンプとしてね、使われるみたいな、そういう感じなんだと思います。フェンダーのベースマンもね、同じような感じですよね。はい、そしてブラウンがありますね。まあいわゆるこれブラウンサウンドが出るような感じですね。これ見た目がね、変わるのもいいですよね。これアンプを変えると、ここのね、デザインも変わるし、下のコントロールパネルも微妙にね、変わるんですよね。そして、下についてるのがですね、ブライトキャップ、ブースト、ゴーストノーツっていうのがね、ありますね。で、これがですね、何なんだろうと思ったら、まあ、ブーストっていうのが、基本的にはサチュレーションを、ブーストするような感じになってまして、まあ、ウォームさが加わるっていうような感じですね。で、10時ぐらいまでが、クリーンブーストになってて、それ以上に上げると、ミッドレンジのブーストカーブが太いキャラクターに変わるそうです。という感じで、これもね、ちょっと後で見ていきましょう。そして、ブライトキャップ。これはまあ、ブライトスイッチみたいなもんですね。そして、ゴーストノーツ。これがですね、まあ、ノイズですね。ハブノイズを出すか出さないかみたいな感じですね。これもちょっと後で見ていきましょう。はい。で、こちらがですね、キャビネットとマイクを選ぶことができますね。全部でダイレクトを入れて、1、2、3、4、5、6、7、8種類選べる
っていうような形になってます。ダイレクトは基本使わないと思うんですけど、別のメーカーのキャビネットシミュレーターとかね、まあ UAD の例えばオーシャンウェイとか、まあ、そういったものを使うときにはおそらくダイレクトにするといいのかなと思います。でこれもですね、キャビネットとマイクが同時に組み合わせが変わるような形になってますね。一番下が、コントロールパネルになっています。まあオンオフスイッチがここにね、まあ、バイパスというかねありまして、プレゼンスですね、広域ベース低域ミドルトレブルっていうような感じがありまして、そして、この時代のマーシャルに、ついているこのボリューム1、2ってやつがありますね。基本的にボリューム1が、結構こうなんていうのかな、ハイの歪みっていう感じでブライトな音で、ボリューム2っていうのがどっちかっていうと暗めな感じのローに効く歪みみたいなイメージですね。これ今ねデフォルトが Y 字ケーブルになってまして、ボリューム1にもボリューム2にも音がいってるっていう状態になっていますので、まあ、これで、まあ、ミックスをするっていうような感じですね。はい。で、さらにですね、ここ、インプットのところをクリックしますと、例えば下のところね、クリックすると、はい。こんな感じでですね、こう、刺す場所が変わるんですね。さらに、この状態でもう一回同じところをクリックすると、こういったつなぎ方もできるようになっております。まあ、ルーティングですね。こっちが、ロー、インプットになってまして、まあ、ゲインの量が、ちょっと少なくて、まあ、クリーンの音でダークな音色っていうような感じで、上の方が、ハイインプットですね、よりゲインがあってエッジがはっきりしたような形になっていると。はい、でこれがですねルーティングジャンプになってまして、ボリューム1に入っていて、でさらに、このボリューム1のローと、ボリューム2のハイをつなぐことによってまた違った音ができるというような、ちょっと裏技的なね、繋ぎ方になっております。で、ちょっとまずはですね、これ、リード、ベース、ブラウンっていうのをね、ざっくりちょっとやっていこうかな。質感が変わりますよね。でベースがやっぱりこうローにちょっともたっとした感じの音を感じますね。でやっぱリードこれ一番こうエッジが、はっきりしてるみたいな音かな。はい、でブラウンはやっぱこうまろやかな感じの音がしますね。でいろんなアンプシミュレーターがね各社出してると思うんですけど、やっぱりね UAD のこのライオンも含めてなんですけど、やっぱりのこの、ね、真空管の飽和感みたいなのがすごくリアルだなって思いますね。やっぱりこうデジタルで処理してるんだけど、すごいアナログ感があるというか、こうつまみをいじるだけでもですね、こう例えばボリュームをいじるだけでもただボリュームが上がるんじゃなくて、これぐらいの音量を真空管に入れたらこういう風に音変わるよねみたいなのがすごいあのリアルだなって思いますね。でこれをね初めて弾いた時に思ったのが、あのいやヴィンテージマーシャルの音ってこういう感じなんだって思ったんですよね。まあマーシャルっていろんなライブハウスだったりとか、リハーサルスタジオにあるじゃないですか。で、まあ大体 JCM800、900、2000あたりが多いと思うんですけど、もっとね、もっとブライトで歪む感じがするんですよ。僕の印象ではやっぱローは全然出ない。ハイばっか出るみたいな印象があって。ちょっと僕どっちかっていうと苦手で、いつもジャズコとかフェンダー系のアンプ使うことが多いんですけど、やっぱね、そのイメージで弾くと、あ、全然違うんだ、こうなんだ。って思いましたね。もっとやっぱ音がまろやかで、そこまで歪み量が多くない、なんかこうあったかい、オーバードライブっていうかクランチっていうか、なんかそういう、こう輪郭がまだちゃんとある芯が残ってるみたいな音がするなって思いましたね。はい。でちょっとブライトキャップをオフにしてみると、オンだとうん、結構違うな。うん。個人的には
にはブライトキャップあった方が好きだな。で、じゃあブーストもねちょっと見ていきましょう。ゼロだと、なんかブーストしても高音がこう派手に抜けていくみたいな、なんかそういう感じじゃなくて、どっちかっていうとこうローミッドがふくよかになっていくみたいなね、まあ、ゲームは上がるんだけどこう、 うるさくならないみたいな印象ありますね。でこのゴーストノーツっていうところなんですけど、はい、これのありなしをねちょっと聞こうかなと思う。ちょっと一回ねノイズゲートオフにしてますね。これゴーストノートがないバージョンね、はい、であるとどうですか皆さん、違い分かりますか。でこれが何なのかっていうと、どうやらゴーストノーツがオンになってる時に、まあ、ノイズが増える、まあ、目立つだけど、結構こうギターソロとかを弾く時にはそれがこういい味になって、こうなんか生き生きとした、ギターソロが弾けるみたいな、なんかそういったあの使い方をするみたいですね。プレゼンス結構上がってたんだな。マックス上がっててもこんな感じなんだな。うん、次ベースですね。うん、全然邪魔にならない。目いっぱい上げても邪魔になるローじゃないですね。ミッド、ミッドも全然、ま、あのマックスに近く上げてても全然いいんじゃないかな。はい、トレブル、やっぱまろやかですね、はい、ここら辺もなんか全然めちゃくちゃ音作りしやすいですね。実機のマーシャルの EQ って個人的にめちゃくちゃ聞きが悪いなと思っていて、本当なんかもう0か5か10どれかで決めるみたいな印象が僕はあるんですけど、これはなんか本当に使いやすい EQ って感じですね。まあ元の音がもうベーシックであるから、それの微調整っていう感じが本当にしますね。本当に68年のマーシャルのアンプがこんな使いやすかったのかなってちょっと不思議なんですけどね。はい、でボリューム1ですね。ボリューム10だと音が出ない、音は出ない。やっぱマックスまで上げるとちょっと輪郭はなくなりますね。ボリューム2の方、うん、やっぱ低音のちょっとゴテゴテしたというか、ちょっとローの潰れ感があるというかね、飽和感があるというか、まあ、個人的にはボリューム1で音をこうメインの音を作った後にボリューム2をこう足していくみたいな使い方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあインプットの方をねちょっと下にすると、うん、まあ、ゲイン量がやっぱ変わりますね。個人的にはやっぱり上の方が好きかな。
キャビネットの方もざっくり見ていきましょう。かなりね質感変わりますね。やっぱり個人的にはこうキャビネットとマイク、この組み合わせを一回選んだ後に、まあ、EQ をね調整するっていうのが結構いいんじゃないかなと思いますね。でね、これあのキャビネットの、スピーカーね、これ2発じゃないですか。でこれ1発でこれ4発なんですけど、こうやっぱりスピーカーの数が少なくなるほどよりこうワイドレンジじゃなくなるというかね、まあ、これは使いようなんですけど、結構こうローも出したいっていうんだったらやっぱりこういうね4発の方がいいのかなと思ってて、そうじゃなくて中域だけ欲しいみたいな時はね、こういった1発のやつがね結構いいんじゃないかなと思いますね。これなんか一発のやつは一発のやつで、まあもちろんやっぱローはあんま出ないんだけど、こう結構こう音が近いというかね、カリッとしてますよね。はい、そしてここ真ん中を見るとですね、ここでプリセットを変えることができますね。で真ん中クリックしますと、プリセットのね一覧がここに出てきまして、でこれがね今一覧ですね。で、フェイバリットみたいな形で星をつけておくこともできますし、あとはですね、ここで相当することもできて、今タグになっててネームになってるんですけど、例えばじゃあブラウンアンプで、そしてじゃあリードが欲しいですってなったら、こんな感じでね、相当されてこのプリセットがあの条件に合ってますみたいな感じでね出ますね。まあ、ノイズゲートはねやっぱあった方がいいかなと思いますね。はい、まあ、そんな感じになっております。じゃあ最後にですね、ちょっとプリセットをザザザッと、確認していきましょう。今回はですね、UAD から新しく出ましたライオン68スーパーリードアンプを紹介してみました。まあ、実際やっぱりこう弾いてみて、
コマーシャルのイメージが変わるような、こうウォームでこう真空管のこう飽和感みたいなのをすごく感じるね、そういう音がするなと思いましたね。すでにこれハードを持ってる人がこのプラグインね買うべきなのかどうかみたいなところあると思うんですけど、個人的には制作をするんだったらやっぱりねプラグインがねすごい便利だなと思うんですよ。でなんでかっていうと、複数のトラックにですねこれを挿すこともできるし、片方バッキングこういう音だからじゃあソロはこういう音にしてみようとかね、そういうのを後で音をね変えることができるっていうのもありますし、こうやっぱ制作においてはですね、こうリコールが簡単にできるっていうのもねすごくメリットだなと思いますね。こちらの商品は概要欄に URL がありまして、本来299ドルのところを今だったら半額で149ドルで購入が可能になっています。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいと思った方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。